剣の四勲士、野牛石衆祭、吉川栄治、曹路の剣、一、晋助は、その年、十六歳であった、大和国勘兵の将、小野牛城の主、野牛三正の神家都の嫡男として生まれ、 生まれ落ちたエ治の時から、体はあまり丈夫な方でなかった。母なる人が、青梅の身に当たって、月見たぬうちに早産したせいだとか、いわゆる月足らずの子であったと見える。戦に出たい。戦に連れて行ってください。彼も、部門の子である、合戦のあるたび父にせがんだ。が、父の家限は、そちのような弱い肉体では、 戦いに出ても物もの,の役に立たぬ。野牛の一族は、病弱な子まで借り出したと、敵方に笑われよう。そういう望み渡って、むしろソチは僧侶になれ、学問をしておけ。野牛家の類代、戦に次ぐ戦に、代々何十名の戦死者があったか数も知れぬほどだ。ソチの兄、安太郎も二神山の合戦に討ち死にした。 おじごもおととしの出陣から帰らなかった。のう、そういう人々の霊を弔うべく、相門に入るのも意義のないことではない。そちの体の生まれつきひ弱いのは、一族の中から一種はそれに捧げよとの、仏天のお言いつけかもしれないのだ。宿命というものである。いらざる有門は抱かぬがよい。と、年頃に悟すのであった。深海は、 黙って聞いているが、いつも涙をこぼした。顔を横に振るたび、その顔から涙が飛んだ。わからぬやつ、女の腐ったようなやつ、嫌いだ、あっちへ下がれ。果ては、その涙へ、怖い顔を示して、家限は大活した。それも、不正の大愛からほとばしる声以外なものではない。ところが、 今年天文十三年の七月には、その父が好むと好まないにかかわらず、子が望むと望まないにかかわらず、いや王のない戦火が、野牛親子を、一つ戦場に巻き落とした。連年、しのぎを削り合ってきた宿敵、大和の筒井栄春防法院順将が、期間二十万席の領土の性病を、挙げて、この小柳製の将のわずか七千0石足らずの小ぎ一つを、 取り巻いて、三日のうちに踏みつぶしてみせる。と、交語し、そこの山上山下、野も畑も部落も、平馬に埋めてしまったのである。深海は、こうした気球が、我が家の石垣の下まで迫ったのを眺めやると、もう父もお叱りはなさるまい。と、生まれて初めての無喋るいを、恐怖の快感を、鎧の下の血は楽しむのだった。 そして、昼夜必死の防戦に、彼は絡めてから水の手までの線を死死し,し、父の家と死は、一族と共に、もっぱら大ぐるわの式にあたり、時には自身、大手の木戸まで出て、死卒と共に奮戦していた。二石垣は血に染まった。その血が黒くならないうちに、次の敵が、また石垣に捕まって四時登ってくる。岩石。 材木、煮え湯、ふんでいまでを、執念深いその敵に浴びせかけた。多門院日記の記事によれば、この時の激戦は、三日にわたるとあるが、柳受け家府には、七日を過ぐとある。何にしても、相互、おびただしい犠牲を出して、まみた,たかった賛美は分ける。筒井勢は、小柳なの有家三京へ火をつけたから、その煙は、 天を焦がし、畑は踏み荒らされ、百姓の姿は愚か、家畜の影も絶えてしまった。漁食の道、水の手の落ち口も、立たれてしまった。城中の兵は、目に漁内の衝動を眺め、身の回りには、気かつ菓の影しか見られなかった。が、なおもしろは、眼鏡に落ちなかったので、筒井順将は、自身以賀を発して、 ニンニク山に陣を取り、これ式の奥義に、7日もかかって、なお落ちぬとシリンに聞こえては、筒井衆の治れぞ、と、激励した。正明は、後の筒井純慶の父に当たる人である、純慶と違って、秀武な名称と知られていた。そのニンニク山の陣所へ、野牛方の捕虜が一名、高手小手に縛られてきた。その晩も、 諸ょの放火、人知人知のかがりなどで、夏の夜空は、真っ赤に煙って、地の草あらわに虫の音もなかった。座れ、それなおれ、治らんか。縄付けの弱腰を蹴って、一軍の少子が、将棋の前へ突きのめした捕虜を一目見ると、筒井正明は、ああ待て、手荒にするな。と思わず眉をひそめずにいられなかった。 3. 女か、病人か。正明は、まず尋ねた。見るからに弱々しい一命の敵を、大勢して、さも手柄顔に生け取ってきた味方の少子も、むしろ不快とするような正明のごきだった。わしは、女ではない、病人などでもない、野牛家都市の着難、深海胸都市なのだ。早く首を打て、首を打て、 マサキの声に応じて絶叫したのは、彼の部下ではなく、彼の前に引き据えられている捕虜だったのである。何、ヤギウケの総領者と、マサキが、思わず目を見張ると、小手の傷口を縛りながら、縄付けの後ろについて控えていた朝山宇治鷹という社団の優勝が、頭を下げて答え直した。幾度、水の手の問いを断ち切りましても、 いつの間にか、窮地へ水の通っている様子なので、それが死の手勢を伏せておきますと、よごと、この若武者が、決死の一体を引き連れて、絡めてから裏山へよじ、貯水池の問いをかけ直し、水路を引いて町内へ走り込むのを見届けました。で、今宵こそと、それがし自身、待ち構えて、袋包みにしましたが、若年とはいえ、また、 見たところ、大勢のごとく、病人か女のような弱々しい姿に逃げなく、死に物狂いに抵抗し、味方の兵を8、八、九人まで切り続けました。風む正明は、うめきながら、毅然としている捕虜の色白な表に、じーっと、瞳を据えたまま聞いていた。憎っくい股間じゃめがと、それがしが槍をつけると、 それによる野添盛八、うる島八郎衛門の両人も、左右から力を合わせ、追い詰め追い詰め、大儀なりの空堀の窪へ、敵が足踏み外して転げ落ちたので、打つなと、野添の槍を止めて、引っからげて参ったのでござります。絡め取ってから気づいたのは、意外にも、それが上司や牛家俊の息子であったということです。 さして手柄とも存じませぬが、他ならぬ敵将の着手、君前に捧げるのが死闘と考え、物々衆をおぼしめされましたろうが、ともあれこれへ引っ立ててきた次第でございまする。そうか、いや、よく絡めてきた。正明は、初めの景色を改めて、股間じゃ、表を上げろ。と、野牛深海を、眠つけて、もう五気の端にも、 不憫などはかけていなかった。深海は、死闘に燃やした瞳を、まだそのまま持って、形こそ、自弱としていたが、面は上げておる。これ以上上げて、天を笑えというか、首を跳ねる際には、うなじは伸ばすものと心得ておる。いらざる多言はお互いに無用であろう。早く首を打て。と、さすがに声はかんばしっていた。4。 高早い短よ、もうもうと込める千雲と朝霧にあけて、よもすがら戦い通した牢場の兵に、再び飢餓と、炎書と、思い疲労が思い出された朝のひととき、深海様、若殿う、若殿には、いずこに、絡めての兵たちが、大ぐる輪から大手のあたりまでを、血眼に、探し合っていた。それと同じ頃に、 やぐらの上では、敵が引いた。つつ勢はいつの間にか全軍引いて、今朝は一兵も見当たらぬぞ。と、狂気して呼ばわる声もしていた。敵が囲みを解いて、総退却したという喜びと、同時に上主の着難の姿が見当たらぬという憂いの声とが、霊霊の一瞬にもたらされたのであった。場外の水の手付近で、 深海についていた部下は全滅していた。生き残った者も滑腹していたが深海の死骸はなかった。もしや、父の家と死をはじめ城中の者がこぞって案じていた一つの推定はその日の馬の国になって不幸にも的中していたことが知れた。囲みを解いて引き上げた敵の筒井城から軍師が来た。 ご子息の生命は、捕虜として預かってある。幸福人として、上知を出られる場合は、ご子息の身は返して信じぜる。ご評議もあろうゆえ、回答には、三日の猶予をお待ち申すであろう。君子は、すでに勝者の態度で望んできたのである。いずれを選ぶも随いと、あっさり告げて帰った。帰った後、無語たる一族の顔が、 オーグルの一室に集まった。どの顔も、目は落ちくぼみ、髪はボーボーとして、血や泥や汗の上に、さらに、濃い夕食に塗りつぶされていた。どうするかそれだけのことだが、一致は難しかった。家としは、父として、心強く言う。生まれながら、部門の後継ぎとはなりかねる病弱な子だ。いつかは、 そうもめ入れようとすら思い立っていた深海、祖父以来の上知と名誉には変えられぬ、と。だが一方、親族の柳ギウカ菅原関庵、普代の木村五平太、服部頼リオリ正田喜平次、和田、野々宮、松江などの老親旗本たちは、同世ではありますが、それはしんがりのおめ違いでありまた、我々どもも、昨日まで、 全く若殿をお見損ね申していたので、今日となっては、断じて、深海様を見殺しに致すわけには参りませぬ。と、頑強に言い張った。三日の猶予は、立ってしまった。しかもなお、家元の意見と、進化の意見は、一致を見なかった。家元としては、生ける我が子を受け取っても、筒ついかに屈する知辱を受けるに忍びなかった。 また、自分のみか、長中七百の中有な彰子をして、敵の足元へ、廃棄させるに耐えなかった。どう考えても、部門を捨てて無人はない。そうしか思えなかったのである。すると、三日目の黄昏、一書が届いた。大和生駒軍の筒井城からである。が、書面は公式なものではなく、また、敵からでもなく、 そこに囚われている野牛深海から父へ当ててきた指針であった。5. 敵の中にある我が子、何をもたらしてきたこの手紙か、父家と市の手はおのの数にいられなかった。が、開いて、一目、その文字のようを見ると、何か、彼はすぐほっとした。少し文字体が乱れていなかったからである。文面の意味は、次のようなものであった。 父上、さても人間とは明日も知れないものであります。昨日までご失家で甘えておりましたが、今日は身も知らぬ敵方の中に、捕虜の身となっていること、不思議なる天命と、従順に深おぼしております。不覚とは思いません。深海は、最後まで戦いました。恥ともいたしません。勝敗は陛下の常です。 一生は今日だけのものではありませんから。むしろ私はこの天命を報じて喜びさえ覚えています。生まれて16年、不幸のみ重ねてきたこの山遺骨が、今こそ幾分のお役に立つかと存ぜられます。深海はすでにち死になしたるものとおぼしめされ、この身をつ,ついかの地となし、即刻、和義をお講じください。祖病の地こそ、 山遺骨の子一人よりは、大事なはずです。中庸な家氏の面々こそ、私一人などには変えられない野牛家の石垣かと考えられます。どうぞご前書ありますように。さもあらば荒れ深海もまた、自ら生きゆく道を選んでゆくでしょう。お膝元を離れてむしろ今、人となる道を教えられ、また、 ご両親様の大愛の人しを身に迫るものを新たに覚えておりまする。ではくれぐれも、ご自重のほどを、筒つきうちの探検一水のもとに手記す。深海杯、父上様、家としは落類が止まらなかった。玉砕を潔しとして主張していた一徹な愚かさを、日頃病弱扱いにしていた子から教えられて、 背に百杖を下された心地に打たれた。そうだ。理由がごとく、前所痛そう。深海の志を活かして、表議の前出ると、老神以下、まだ暗淡とそこに座っていた。家玄は、面々が夜に入ったのも知らずにいる体を見て、食をともせ。と、武士どもへ言いつけた。そして、食が明かりったら、一度をこれよれ。 ただいま、敵方による深海から、かような書面が届いたによって、改めて測りたい。と、深海の手紙を示した。それを見て、泣かない過信はなかった。ある者は、声を漏らしておえつした。ついては、わしの心も決した。この深海が手紙の文面を説くとみよ。幸福とは書いてない。和議を講じてくれとある。 ここに深海の真意があるらしい。幸福は受け難いが、和睦を結ぶなれば悪しかるまじ。その代わりに、自分は致死として、つついかに留まる、という存念とそう見える。表義は一決した。深海の意を胸として、即刻、つついかへ死者を送った。死者は、幸福は申し出ぬが、和議なれば王子も襲う。条件としては、 着難深海宗都様を、長く知事として機械を預けもおすべしとの主人加減が意見にござります。と、工場で伝えた。これでは、対等に等しい返答である、包井方の不満は明らかなように思われたが、意外にも、承知いたした、ご提示の条件をもって、祝縁を水に流し、改めて、臨行のよしみを結び申そう。 筒井正明は、一言に許した。思えば危うい限りだった小柳製の城も、天行以来続いてきた野牛の消失戦国の領土も、ために、図らずも無事なるを得た。筒井下の属国的な位置に落ちたことは是非もなかったが、ともあれ深海のみ一つで、父加減以下、多くの家臣までも、一応は滅亡の淵から救われた。六。 兵は強く、領土は広い。派行を成した人物だけあって、筒井正明は、やはり一世の優であった。彼に足らないものは、子であった。女子のみが多いのである。和夫は溶接し、その下の藤勝はまだ幼い。竹の血しながら、深海ほどの着難があれば。とは、彼がいつも一人思うことだった。 合戦には十分に勝っていながら、また、筒ツ,ツイカとは比較にならぬほど領地も狭いし兵力も乏しい柳聖火と、対等に近い和儀を入れたのも、捕虜として連れてきた深海のあくまで毅然たる態度と、一族を思う姿勢に動かされた結果だった。藤か勝、そちもちと、深海を見習えよ。 いつまでも家信どもに甘やかされてダだばかりこねている和子様であってはならぬぞ。深海のコックに見習うて、朝はつとに起き、馬術、弓道の稽古に励み、読書もせねばならぬぞ。4年間、深海が実施としてここへ来てからいつか4年となる。その間の彼の帰居や収容ぶりに感じるたびに、正明は、我が子に引き比べて、 藤勝を訓戒せずにいられなかった。はい。はい。藤勝は、今年十五である。父の前では、非常に賢まるが、ただでランだで底意地が悪い。正明の没後、領土を受けて、伊賀に本城を移し、筒井順慶と称したのは、この藤将であった。父から叱られるたび、深海の名が手本に出される。藤将は、 その反動で、木内に住む者のうちでは、誰よりも深海が嫌いだった。犬よりも下に深海を見下げていた。この深海は、木内の片隅に、地死構えといわれる小さい一棟をあてが割れて住んでいた。戦国の世の習いで、峡谷の城郭には、幾人も他国のしつこが養われていた。弁之助、また、あの鳥子の深海が、 教文みたいな書を読んでるよ。石を投げ込んでやれ。やかましいから。藤正はしつこ構えの柿を覗いて、今日の近所に言いつけた。そんなことをなすってはいけません。およしなさい。お前が放らなければわしが放る。小石を拾うと、止める間もなく、矢の内へ投げ込んだ。家の中で、石の弾ける音がした。しかし、 読書の声はやまなかった。まだやっているな。じじになって、三つ四つと投げ込んだ。すると、柿のお角が開いて、悪さをするのは何者ですか。そんなことをなさると承知しませんよ。と、怒って出てきたものがある。見ると、深海ではない。女である。しかも藤勝の姉にあたるゆり女であった。たら、姉上は、 何だって、実が前になんか来ているんですかいいでしょう。来ていても、いけませんよ。虜のいる学校へなんか、おまけに、男のところへ、女のくせに、あなたこそ、今、何を投げたのですか石さ、いけないなお悪いでしょう。大きなお世話、今日ばかりではありません。のべついろいろな悪さをして、じゃあ、 姉上も別来ているんだな。とかわいそうではありませんか。誰が、深海様のことです。ですから、時折、お見舞いに来てあげるのです。そなただって、もし戦に負けて、敵方へ実施となっていったら、どんなに思いますか。父上に言いつけてやるぞ。こんなところへ、女のくせに、遊びに来て、弁之助、行こう。 姉にはかなわない。藤将はぷいとそこから立ち去ってしまった。七。父上。ユリ殿は、父子が前におる野牛深海のところへ、時々、行っておりますよ。いいんですか。あんなところへ女が行って。藤勝がある折、口を尖らして、順将へ告げ口すると、正明は、非常に怖い顔を示して、反対に叱り飛ばした。 何を言う百合は、学問好きゆえ、深海がよく書を読むので、わからぬところを正しに行くのじゃ。そちもちと、深海について、学ぶがいい。藤士マサルはまた、深海のために叱られた。マサアキは、すでに自分の末娘の百合をもって、密かに深海へ許していたのである。和睦して6年、柳ギウとの間も、 その後は至って円満なので、我が娘の一人をヤギウケに入れ、それを塩に、深海の実も、花嫁の腰と共に、ヤギウの章へ返してやろうと考えていたのだった。父のそんな深い胸は知ろうはずもなく、藤正は、それから四、五日後、深海が馬場から帰る途中に待っていて、おい、おい、鳥子の深海、待て、 弁之助と二人で呼び止めた。深海は、馬の稽古の帰りなので、身軽に入れ立ち、少し汗ばんだ顔をしていた。これは、若殿でございましたか。何かご用ですか。お前、いくつになる。二十一歳に相なりました。二十一にもなって、まだ実施か。矢祖の国に飼われているのか。はい。お前の体は、 お前の体ではないのだぞ。はい。何でもはいはい言っているぞ。お前は育児がないな。恐れ入ります。恐れ入ったら、俺の股をくぐれ。はい。張り合いのないやっこだな。そんなに尾を振られては、おかしくない。怒れ、怒ってみろ。何を笑う。怒れと言っているのだ。こら、怒らないか。すねを蹴った。 胸をついてみた。それでも深海が怒らないので、図に乗った藤勝は、いきなり彼の耳を掴んで引っ張った。深海は、それでも逆らわなかった。犬のように引き回されていた。藤将は、犬じゃ、犬じゃ、犬でも怒るが、この犬は、臆病犬だ。突き放すと、その顔へ、唾を吐いて、逃げていった。深海は、 返しを出して、顔の唾を吹きながら、刺したる血相も表さず、静かに歩き出した。すると、物陰から一人の武士が、寄ってきて、深海殿、良いご修行だな。と、その肩を叩いて慰めた。誰かと、振り向いてみると、それはこの城に2ヶ月ほど前から滞留して、 家中の死に剣の方を教えていたカンドリ新十郎と呼ぶ新東流の武芸者であった。新十郎はまた、深海の耳へ、こう信念を持って囁いた。あなたは今に名を成すだろう。きっと大成する質だ。大事になさいよ。8、天文20年、深海宗都市は、25歳になった。その春、彼は、ゆりじを携えて、 10年ぶりで、野牛の城へ帰った。が、父の家元はもうこの世にいなかった。彼は、三冠の八千石に足らぬ痩せ地と、数百の家臣と、古びたままのおぎとを受けて、乱世の中からさらに乱世へと望んでいったのである。永禄二年、筒井正明もすでにその頃病死していた。時は近づいた。四季山城の松永久秀が、 大和へ攻め入る事前に、こうして、南の地より、筒井領へ切り入られよ。と、勘を通じてきた。この時から、野牛一族は、筒井の霊族から離れた。そして松永団上の七手の旗頭として重要された。遠野峰の合戦では、大和の僧兵と戦い、松永氏の勢いが高まるに従って、野牛家も当然、 流暢に向かったが、その壇上久秀が、三好義次と共に、永禄八年の夏、二条御所へ放火して、乱陣のもとに、将軍義輝を侵略してから、野牛宗とは、彼にもすっかり望みを立って、我が兵馬は、逆のために動かさず、我が剣は、乱のために取らず、と、絶縁状を送りつけて、それ以後、 ただ三冠の古城により、深く守って、あえて、天下の乱へ出なかった。吉輝る将軍の亡き後の協楽は、まるで無政府状態に近かった。中央の乱は当然、諸州に波及して、いよいよ天下大乱の総防を呈してきた。善に、読書に、また、養え見期待い真に、世の春秋もよそにして、 以来数年の間というもの、野牛宗義は、全く門を閉じ客を射して、ソウラにこもっていた。野牛から近い月がせに、今年もうぐいすの声が谷川伝いに聞こえてきた。檻から、奈良の宝蔵院の僧を案内として、野牛村へ入ってきた一行九人ずれの武士がある。牙で先に立った人物は分けて風格が高い。 一行は野牛場の坂下門で駒を下り、法蔵院の案内僧は、門を叩いて中の番子へ告げた。前もって、書面にて申し上げておきましたお客方、元、上州箕輪のご上州、上泉伊勢の神殿をご案内申し上げて参りました。そういわおさまへ、そのよし、お伝えをお願いいたしまする。弓の家、1、 奈良の宝蔵院の住職で、陰影という変わった法師がある。宝蔵院流と称する槍をよく使う。宗俊は、彼を刺して、我が道言う,う、と呼んで深く交わっていた。彼も、道、を探している人間だった。そう言わうも、道、を求めてやまない。人生の道、標法の道、善の道、極まりのない道である。 お互いに名簿の定まらない者同士が、人と生まれたからには、何とかして、人間が至り得る境地まで、この心を磨いて、たどり着いてみたい。という熱望のもだえを、いわゆる同心を、常日頃から語り合っている中であった。月々、父母の記述には、必ずその陰影が自身で度胸にやってくる。そしては、 お互いの修行を語り合っていたが、ついよん、五日前に見えたおり、時に、わしは近頃、期待な人を見たぞよ。と、陰影が言った、期待な人とは、そういわおがとうと、剣の達人ゃいや名人の境に達していよう。人品も良い、深淵を除くようでな、乱世の巷からもあんな人物が出るものかのう、 よほど系統されておられますな。ご僧は一体、なかなか人に許さぬ方だが、四十年来、わしが参ったと感じたのは、一人伊勢の神殿だけじゃ、伊勢守ると言われますか。元上州王子の上州であったが、あと、長野信濃森に仕えて一方の将となり、そのしか長野市も武田信玄に攻略されたので、以来、 甲州武田家に随人して、客分同様、気ままに諸国を遊歴しておられるとか。え、では、上泉秀津などのではありませんか。ご存知か。近頃、陛下の間では、おそらく知らぬものはございますまい。それにしては、誠に健常なお人柄ではある。その伊勢守殿と、ご僧はどこでお会いなされましたか。わしの寺で。 ほ、何として尋ねてござられたのじゃ。その前に、伊勢のふとの御所、あの北畠智則京を尋ねられ、愚京京より、奈良へ渡られたら、陰影という変な坊主と一度会ってご覧なされと聞いてこられたらしい。ああ、残念なことをしました。なぜなありがたい御人に会える気を逸したではございませんか。そんなことはない。 まだ当分は、わしの寺に遊んでおると言うている。いや、まだご滞在ですか。いつでもご案内して参ろう。野牛場の当主宗俊殿にも、兵法の道には終身と、夕べも何かの折り、お噂したところ、一度は漁剣に入りたいものと、伊勢殿にも言われてござった。何の、自分こそ、願うてもない幸せ。 お差し使えなき日をおうせくだされば、当方より出向くのが礼儀。ご内意を聞いておいてください。よろしい。早速、寺へ戻ったら伝えてみましょう。ところがその翌日、種栄から折り返してきた使いの手紙によると、伊勢守が言うには、自分は、武田家の客信ではありまた、兵法修行のため遊歴中のみである。それに引き換え、 野牛殿には、かずきのご当主、両民へのご対面もある。先にお尋ねを受けては恐縮。自身から出向いて、ご配備を願おう。相当人の伊勢森が希望することであるから、近日、自創を案内につけて、お城まで参上する。当日は自分は堂々できないが、定めし q るご清断が交わされよう。とりあえず、ご返事までを。 としたためてあった。それが、今日の伊勢森の来訪となったのである。もちろん、前の日、総岩尾から命じられてあるので、万主は、直ちに城門を開き、そこにはまた、ようぞお越しを、と、老人以下、幾人かが出迎えに立ち並んでいた、に、と客様が見えられました。小侍が、先に一人、 大手の坂道を駆け登ってきて、胸年のいる庭先から告げた。そう岩尾は、朝から心待ちにしていた。そうか、今参る。靴脱ぎから草履を履いて歩み出た。彼は今年もう47歳になる。妻の百合との間には、長男と死活、次男と死久の二人の子もあった。いつか父となって。 初めて亡き父の心がわかる心地もしばしばであったが、剣の道に志してから、彼は再び、幼稚な己に帰ってしまった気がする。未熟、煩悩、名簿、写真、あらゆる知人の持ち前の短所と、身のみ大人になりながらなお、どこか大人になりきれない幼稚なものとが、47歳の自分を見回すとき、情けないほど、 こびりついている。抜いても抜いても伸びてくる雑草のように、未熟から抜けられない。名茂から離れられない。写真の濁りから澄み切れない。こんなことで、剣の工夫などなろうか。時には、諦めて、捨てようとした。しかし、剣を捨てたら、事故の醜さを、明らかに、事故に移してくれるものはなくなる気もする。 剣は鏡だと思う。明朝な剣。純一に心を研ぎ澄まそうとする剣。不段な心の緊張。その道を捨てたら、何が、自分を救ってくれよう。父のいた時は、父の訓戒に、絶えず歪みを貯められていたが、などとこの日頃、しきりと思い悩んでいた檻も檻である。そういわおは、その、どんな人物か、と、 客の伊勢森を想像しながら、出迎えのため、彼方へ足早に歩いて行く間も、何か少年じみたときめきさえ抱いていた。3. この山は古い、鳥作りの城も古い。野牛一族が、この土地に住み始めたのは、平野正門の乱があった城平、天行の時代からであった。富士は、菅原の系類で、塩素は、 春日神社の神職をしていたが、武家木工の機運から、ここの城塞によって、弓矢を兼ね、いつか豪族となって、源の頼朝の葉がなった時、初めて八木谷に参戦国を本領と付置された家柄であった。北上氏が強権を取った頃、一度破れて一族離散したこともあったが、後にまた、本領を回復し、 後代醐天皇が笠木山に身ゆき遊ばされて、官軍を召し募られた折には、野牛一族からも、中野坊という金の層が出て、笠木使徒に列し、正しの威枠に参じ、兼務の復古によく働いた。そんな話も、胸氏は、ご先祖の自責として、幼い時からよく聞いていたものである。玄関前の大きな杉、牧の凶木、 そこらの苔や草、老仙のごとき万弱。石を縫うささ流れ。皆、それからのものであった。そう岩尾は今、そこに立って、坂の下から登ってくる伊勢森と一行のものを待っていた。おお、ならはあの森よな。月ヶ瀬は、南の方か。ああ、伸びやかな。客の一群れは、悠長であった。 坂の途中の曲がり角に立ち止まって、山との春の昼がすみに甲骨と目を細めていたり、辺りの老梅の半壊の花をめでたりしていて、なかなか登ってこないのである。が、やがて、こなたへ足を向けると、伊勢守らしい先なる人物が、誰に佇んでおられるのはご主人であるか、と、傍らの柳受けの者に尋ねていた。 そう岩尾の家臣が、さようにござりまする。と答えると、伊勢守は、非常に恐縮した様子で、やや足を早め、まっすぐに胸吉の前まで来て挨拶した。武術修行の遍歴者に、ご自身、もったいないお出迎え、痛み入りまする。手前が伊勢守,守衆綱です。良いお構え、おちこち、思わず眺め入りました。そう岩尾も、 礼を返した。そして初めて見る巧妙な賢人の風貌に目を注いだ。伊勢守州綱は、永昇七年の生まれ、その時五十七歳にあたる。見たところ、四国平凡人である、ひなび太郎武士といおうか、素朴の一語で尽きている。別段経験たる眼光を持っているわけでもないし、骨格も優れて眼見とも見えない。 ただ異なっているのは、なんとなく、接していると、春風のような恩がなわきに包まれる。髪はまだ白くない。唇の色も鼻見も奏者と変わりがない。強いて普通人より優れているかと思われるところを求めればそんな点ぐらいしか、見出せなかった。どうぞ。逆転に生じると、伊勢守は、従者のうちから二人だけを伴って座敷へ通った。 座についてから、その二人を、改めて主に引き合わせた。こちらは、門人鈴木伊白と申すもの。また、これにおるのも、弟子のひった文五郎でござる。その後から、よろしく、と、両人が手を使えた。伊白はすでに老人であり、文五郎は、元服して間もないくらいの若者だった。四、いつか、梅の小に、 酔い好きがみずみずしい。探偵の日も霞む酔いとなったが、客も主も、話に開かないのであった。県のご修行へは、いかなるご発信からと、伊勢森に、その動機を正されて、そういわおは、道に入りたいために、と、答えた。伊勢守は、黙ってうなずいた。話題を転じて、後藤家は、天行以来、 不明の聞こえある部門で終わすゆえ、定めしご先祖のうちには、兵法に心を潜めたお方も終わそうな。特に、剣を学んだというものはございませぬ。祖父の話に聞き覚えておりますことには、応仁の頃、野牛孫次郎を家宗と申すのが、号泣をよく引きましたよしで、その頃、奈良坂八町を伊藤し、世間に伝えられましたため、弓の野牛よ、 弓の家よ、と言われていたようでござった。ほ、しからば、弓にかけて、名誉なお家だの。祖父も、父も、そのせいか休日は人並みにいたしたようです。では、剣に心を向けられたのは、ご当主が初めてと言えますな。少年の頃、つついかに人質としていたことがあります。その折、 追加の客となっていた神取ド新十郎という権者と知り合い、あと、当白へ招いて、数年の間新刀流を学び、そのお牛を授かりましたが、なぜか自身、どうしても、満足ができません。分け入れば分け入るほど、踏み迷うばかりです。己の未熟と夫妻が分かってくるばかりで、お恥ずかしゅう存じます。神取ド新十郎は、 ご機内随一の兵法者。その人から、浸透流の奥胸を受けられながら、なおご不足かの、生まれつきのどんと見えまする。母は、ご謙遜であろう。いや、全く、我知らず、そういわおは、切り込むようなご気で言った。必死に道を求める者の賢の明な叫びが、ついほとばしって、瞳からも燃え出たのである。今だ。 この人にこそ、日頃の会議を正し、もだえを打ち明けてみよう。そして、礼を厚うして指示してもよい。この心の目さえ悪ならば、そう岩尾の胸には、さっきから、そうした熱情が抑えられていたので、我にもあらず膝を進めたのであった。ところが、リセマモルは、途端に手の灰を、軽く下に置いて、思わず長座を、 文五郎、威迫、置いとまいたそうか。と、さりげなくそらして、そう岩尾の瞳が、何を訴えているかも見てくれない。せめて一夜。と、止めてみたが、伊勢守は、春の夜道も好ましいゆえ、帰るという。そう岩尾は、心残りでならなかったが、家臣三名にたいまつを持たせて、ここからならまでに里足らずの道を、 送っていくように言いつけた。5惜しい、実に惜しい。つまらない座談に潜在の好期を一してしまった。何者かを、あの人から学ぶべきであった。客の帰った後で、胸としは、でもやらずそんな悔いを繰り返していたが、また、案外、平凡な人物でもある。という考えも湧いてきた。 世間の大家とか達人とかのうちには、随分まやかし者も多い。禅をやってみて、禅門の瞑想知識などに健算してみても、よくそういう失望に合う。出体の知れない考案や一置活をくれて取りすましていられると。これはその、本物なりや、偽物なりや、ちょっと惑わさせられる。謎知らん、ただの付き合いになってみると。 ただの俗人以上の何者でもなかったりする。いや俗衆以下の場合さえ往々にある。書にも絵にも陶器や仏像にさえ偽物は世上に横行しているのだ。言わんや人間にあって不思議はない。彼が欺くのではなく、こちらの目が曇っている罪とも言えよう。真を見る難しさ。直指人心。これができれば、もうあるところまでその人間は達している。 はてな。そういわおは、疑い出した。宝蔵院のお章にしても、ああ極限して褒めちぎったが、道において、あのお章と自分と境地は、大差はない。進化はわからぬ。よし、もう一度、こちらから出向いて会ってみよう。その上で、伊勢守の人物が、名声のごとく、高潔であり、彼の剣に学ぶものがあったら、改めて、 指令をとっても決して遅くない。もし近日にでも、先へ旅立たれてはと恐れて、それから一日置いてすぐ、ヤギウムネはただ一人で城を出た。ここに久しく、耐えてどこへも出ない主人が、にわかに、奈良まで、と、木戸へ向かって行ったので、家臣の正田喜平次、服部織部之助などが大手の坂まで追いかけて、 どちらへお出ましなされますかと、顔色を覗いた。宝蔵院まで参る。友はいらぬ。今日に着くな。でも、お馬の口はなと。いや歩いてゆく。家臣たちは、呆然と見送っていた。それほど、そう岩尾の姿は、道を求めるうつつな人であった。彼の学んだ浸透流の剣と言わず、この時代のいわゆる刀法は、 まだ極めて、技術も理論も荒い、ただいかに人を切るかの工夫でしかなかった。彼の理念は、そんな粗雑な構成の熟達で甘んじられなかった。一度、剣を離れて、善に入ったのも、そのためだった。けれども、混沌と、迷いに入るばかりだった。善は善、技は技、バラバラである。 事故の一体に溶けて一つの力となって生命の泉をこんと音立てて沸かしてこない、むしろその技すらいたずらに伸びなくなるばかりだった。黙々と、村を通ると、村の人々は争って、路傍にかがんだ。野を通れば、野の百姓たちは、土に座って、彼の姿に礼をした。皆父の遺徳、祖先の恩託だ。わしはまだわしとして、 真に、領民から土下座を受けるほどの何事もなしていない。彼はむしろ恥ずかしかった。しかも彼の姿は、よほど年取った百姓でなければ、ご両師様、とは囁ささかなかった。実に、質素な身なりであった。木綿と藁ウりと、一概の傘しか飾っていない。やがて、宝蔵院の寺内へかかった。ここの寺も、 十字が変わり者なので、ひどく虚色がない。ガランとして巨大な空洞のようである。聖堂の包丁が下がっている。備え付けの種目で叩く。と、と、井戸の底から答えるように、黒子の坊主がのしのしと出てくる。この僧も、野牛の上主の顔を知らない。突っ立ったまま、見下ろして尋ねた。誰だ、武者修行か。 金国の合士か、宮道の門、一、いや、遊歴のものではない。自分は野牛宗都市でござる。陰影どの在員になればお目にかかりたいが、取り次ぎの奉仕の無礼を咎めないのみか、そういわは、丁寧すぎるくらい、陰銀に言った。しかも彼の気持ちは、極めて自然であった。これへ来るまでの間に、そういの心は、 自分が野牛場の主であるというような日頃の習慣や気ぐらいはとうに振り捨てていた。道を求めてやまない者だけが胸を締めていた。同時に身は出家に等しい謙虚になっていた。あ、そう岩尾様で。突っ立っていた奉仕は、慌ててかしこまった。知らぬがための比例をくどくわびて、舞い込むように奥へ隠れた。どうなされたのです。代わって、 種栄が笑いながら姿を見せた。親しいうちにも、基人を迎えるごとく丁重に、地震案内に立って、法蔵院の一件に生じた。誠に唐突だが、当寺の客、伊勢守殿には、まだご当流であろうか。ご滞在でござるが、何かされば、基礎を通じて、お願いの儀があって参ったが、先日、 伊勢殿から足を運ばれて、もうご実婚の間だから、何もご遠慮には及びますまい。ご自身、お話なされてはどうです。いや一応、ご内意を正してほしい。よほど何か重大な儀でも、されば、この胸よしにとって、生死に関わる問題です。生死に、同時ない種栄も、少し目を見張った、長い交友なので、 そういの人柄はよく知っている。仮そめにも元気や大げさを言わない人である。その胸よしが今日は鎮痛な面持ちで、生死の問題、と言ったので、種境も驚いたのである。他の義ではないが、と、そういは、伊勢森に出会って後、またその前からも抱いていた苦悶を、何の見えもなく打ち明けた。要するに、 自分は自分に対して、日頃から不満でならない。未熟を知っている。多分な疑いを抱いている。まだ一日として、これでよいと、自分で休んじたことはない。そう岩尾は、言うのであった。しかし人は、この身を指して、新刀流の奥義に達したものとか言う。機内第一の剣であるなどとも噂する。いよいよもって恥ずかしい。 謎白をわし自身は、ここ数年前から、ほとんど、壁に頭を打ちつけたように、道も悟れず、技も進まず、ただ混迷があるばかりだ。時には疲れ、時には諦めの短足が出て、剣も捨ててしまいたくなる。各まで喘ぎ詰めてきた剣の道、それはもうわしの生命だ。それを捨てて、そう岩尾のせいはない。 いいネイは耳を澄ましていた。時には、怪しむように、そう岩尾の表を凝視したが、また、うなずいては聞き入った。道を求める熾烈な人の姿は、路傍の目から見れば、狂人化と疑われさえするものである。しかし宝蔵院種境にはほどける。種境も道の人である。同情せずにはいられなかった。それにしても、あまりのごひげ いかに自勢のお強い性質とはいえ、と、彼は心の内でつぶやいた。そう岩尾は、言葉を続けて、つい、よそごとのみ申し上げたが、そうした自分の中心です。実はおととい、伊勢守殿に配岸の折、よほどお打ち明けして、と存じたが、奇想にこう申すようには言えぬのでござった。おぎではあるが、野牛の将の主として、 あの城にましましておることが、もういけないのです。今日は改めて、ただ一回の修行中の者のとして出直してきた次第、願い湧くば伊勢守殿どの絵を通じ下されて、一手、ご指南に預かり申したい。と、言った。彼は、そう言い終わると、種境に対して、両手をついた。に、渡り縁を越えた宝蔵坊の一棟に、 上泉伊勢守は、もうだいぶ長いこと登竜している。老いのひったぶんごろと、皇帝の鈴木威を連れて、今、裏門の方からそこへ帰ってきた。ご見物でございましたか。とう、ご住職か。あまりうららかさに、かすがの宮城まで参ってきた。実は、お待ちしているお方がございます。どなたかの、野牛殿でござります。 何胸としどのが、それはまた思わぬ失礼を。いざ、お迎えください。いや、今日のお越しは、そうしたつれづれのお尋ねではなく、実は必死なお気持ちでおいでなされました。必死とな。実は、かような次第です。イネイは、いた絵に座ったまま、そういわの気持ちと望みとを、つぶさに話した。伊勢守は、 縁の日向に腰掛けたまま、聞いていた。いつの間にか、目を塞いでいる。やがて、その目を開いて、種境を振り向くと言った。近頃師匠の人に出会うた。いかにもお望みに任せよう。しかしこちらが見た目も、世間の噂に違わず、すでに野牛殿には、一流に達しておられるお方。 この伊勢森にご指南するほどの力があるや否や疑わしいゆえ、試合とあれば、承知いたしたとお告げください。ありがとう存じます。リーネーは、静かに、下がっていった。しばらくすると、再び姿を見せて、ご神尺の儀、野牛殿にも、ご承知の上で、先へ、道場へ通ってお待ちなされております。お差し支えなくば、 いいが、促すと、とう、すぐ参ろう、と腰を上げながら、伊勢守は、威迫と文五郎を振り向いて言い残した。明日は、当寺を追いとまする。そちたちはこれにおって、何かと旅ご売りのものなど、取りまとめておくがよい。伊勢守が立つと、種境は長い廊下を導きながら、今の言葉を正した。どうしても明日は、 ご発足でございますかなはからず長いことお世話になった。奈良から伊豆湖へお回りですか四国をへ、九州へ渡ろうと思う。何やらお名残惜しいことで。いううちに、もう道場の床が見えた。寺院作りの太い丸柱のあるこう床は、行動と言った方が良いかもしれぬ。なんと宝蔵坊の槍の道場といえば有名である。 現十字の革前方針営の槍も共にう大になっている。後に荒井白石が本朝軍機構に記すところの釜槍、すやりに釜をつけた工夫は、種栄が晩年の発言と言われているから、伊勢守が道寺を訪れた頃は、まだそういう特色までは持っていなかったのであろう。けれど毎日のように、 ここの床を訪れてくる遠来の修行者と在住の奉仕たちとの間で、激しい試合が行われていた。何との相続にも稽古を受けに通ってくる者が多かった。つい宣告までは、その人々の鋭い気合だの、床を踏み鳴らす響きがしていたが、本来で見ると、皆追い返したのか、咳として人影もない、また足油に磨かれた広い板敷きにも、 塵一つ見えず、ただどこからかさす春の日がのどかに遮影を流している。と、これは、リセ守は、そこにただ一人で座っている胸吉の姿を見ると、自分もひたと座って、礼儀をした。そう岩尾も、遠くから頭を下げた。軽い挨拶が済むと、上泉伊勢守から立って、物腰静かに。では、と、 支度を促した。三、勃険と勃険である。勃険はすでに真剣に等しい。それが試合を訳して立ち向かった際はなおそうである。打ちどころが悪ければ死にもする。腕を折られ、足をくじき、生涯の不具者となる例などは珍しくない。危険に対してなんだ約束のない試合。それがその頃の試合だった。伊勢守は、 まず胸と死が、どの程度に、身を捨ててかかっているか。それを勃犬の先から見るような眼差しであった。仮初めにもそういわおは数樹のあるである。多くの犬族も養っている当主だ。必死と口には言うものの、どれほどに、その身分や俗年が捨てきれているかこれは、伊勢守の瞳が改まった。彼はそういわおを、 自分の想像していた以上に見直したらしい。今日は生死の問題だと言ったという、最善委ねから聞いた言葉を思い出して、さもあろうか。と、うなずいた。動かない。一方は山のごとく、一方は水のように、墓剣と墓剣とは、ひそとしたまま動かないのである。ただ刻々と、そういわおの行走が青白くこわばってきた。 毛髪のすべてが規則に喘ぎ出したように見える。そう岩尾はそうした丹田の底で、何ほどのことが、と、気をもって、まず伊勢森を押しようとした。彼は無数の剣者を、今日までは、およそその気をもって圧服し得た。剣はその後に加える勝利の形を取るものに過ぎなかった。が、今日の相手はいかんともすることができなかった。 まるで無反応な存在である。山へ向かって声を張るように、木ばかり枯れてしまうのだった。彼も人、我も人、腹の底ではめいてみた。が、そんな虚しい相対性の観念を振るってみても何の斐もない。いたずらに毛の根が汗ばむばかりだった。猛臭がかかるように、そう岩尾はいきなり飛びついた。理念を踏み越えた一瞬の写真である。 床板が踏み抜けるようになった。二つの体の動きが一渦の旋風とも見えた刹那。かつ、パツン。二段に異様な響きがした。そう岩尾の勃剣は撃ち落とされていたのである。そして胸吉は、呆然と立っていた。恐れ入りました。座って、両手を使えると、しばらくは胸を正せなかった。肩で大きく息をしていた。 伊勢守も静かに座って、失礼いたした。心持ちにこやかに顔をなごませて言う。そう岩尾は、その変わらない姿を仰ぐと、心の底から、無念な、と思った。敵に恨みを含むような小さい歪んだ憤念ではない、自分の未熟に対する憤りだった。彼も人、我も人。 と思いくらぶるところから湧く無念である、自分へ攻め注ぐ比類であった。四、席を改めて、お詫びも襲う。何かと、おとといのお名残もござれば、伊勢守が立つと、種栄も、三たるおももちして、気の毒そうに、いかがですか、奥へお越しになって、ごゆるりと遊ばしめせぬか、と、言い添えた。 さしうつむいていた胸と氏は。いや、今日はこれでおいとまいたしたい。ただ上泉殿へお願いがござる。明日またお尋ね申しますゆえ、もう一度、おしいくださいますまいかせっかくのお望みながら、明日は早、当寺を辞して、旅の先へ立つつもりですが。え、明日、ご出発とな。がっかりしたように、そう岩わおは言ったが。 では創業にでも出直してくるゆえ、ぜひぜひ、出発の間際でも、もう一度、試合行ってもらいたいと口を極めて頼んだ。それまでに仰勢あるものを、無下にお別れもなるまい。力はさように早朝でなくても、お待ち申していましょう。伊勢守は、約束を承諾してくれた。どうして破れた。そう岩尾は、一夜を空に凝らして、 次の日また野球の章から宝蔵坊まで歩いた。そして望み通り立ち会ったが、ほとんど昨日と同じような負け方をした。どう思ったか、伊勢守は、どうせのこと、もう一日滞在を延ばそうから、明日さらに一回、試合してみようと、彼の方から言った。願うてもないこと。と、そう言わは次の日は、さらに、思念に思念を凝らし、 彼の前に立った。ところが、その三回目の勝負も、無残に敗北してしまった。しかも三日が三日とも、同じ負け方のもとに敗れたのである。侵害も無念も二日目までだった。最後の一敗を受けた時は、かえって何か痛烈な爽快さを覚えた。この人に敗れたのは当然だ。伊勢守に対する金魚の念が、 彼の生涯や猛念のすべてを解決したのである。潔く、彼は伊勢森に入門を買うた。お心根を見届けた。不詳ながらお手を取って死んぜよう。伊勢守は、九州へ立つ日取りをにわかに変更して、野牛場へ臨んだ。野牛場では、元より死として、朝夕の礼を受け、本丸の一棟に住んでいた。後に、彼の飢餓の後というので、 新印堂と名付けられた建物である。春の頃から秋まで、およそ半年の滞在だった。その間に、ひった文五郎は、とまをもらって、一人海国に出た。後に引きた影竜を創始して、西雲祭と合紙、伊勢守の門を出た者として、また伊勢森の甥いとしても、名を恥ずかしめなかった。そう岩尾も、コックした。 長いご縁の望まれ主。と思えば、なおさら、伊勢守の一言半句も、一挙一動も、あだには接していられなかった。午、朝、昼、夜、時も選ばず指示し研算した。また伊勢守もまた、教えを惜しまなかった。天地に秋の声を聞くと、一日、伊勢守は胸としを部屋に招いて、もう良いでしょう。 お別れしたい。と、言った。そして、別れるに望んで、最後の言葉として教えた。放蔵坊へ三日お通いになって三日ともあなたが破れた。その以後も、ただの一回も、この伊勢森に、あなたの勃犬が触れたということはない。これはなぜか、お考え疲れたか、わかりません。ただ至らざるを知るだけです。それは理法によりましょうや。 技によりましょうか。理も技も超えたものです。理と考えれば、理念にとらわれ、技と考えれば、体にとらわれる。一体人間の真からだというものは、それ二つしかないものでしょうか。人はすぐにお気づきになろう。しからば、理にあらず、技にもあらぬ体は何か。実はの、伊勢守の動きも熱した。こうは申しながら、 こちら自身もまだ、容易にそこの得得はなりかねておる。ただ伊勢森として、信念いたしておるところは、無刀、その虹が極意です。無刀、無刀の極意とは、技術の救命は、技術の無用になることをもって目標とし、法令の用紙は、法令のなき用達るにあり、平和の理想は、平和なき平和を将来するにある、剣は、 殺人をもって対岸とせず、剣はまた、剣をおぶるがために、喧嘩にも合う。そう岩尾は、頭をしだれて、心に命じていた。なぜ、あなたは、この伊勢森にどうしても勝てないか。理は簡単である。あなたは剣を持ってかかる。常に常に、剣に頼み剣に迷い剣に執着しておられる。それに反して、 伊勢守るは徳より剣を捨てておる。剣はもてど、剣に頼まず、剣に猛襲せず、無刀の心を持って、体としておる。いやりも体も超え、剣のすらあるとも思わず大しているのです。あかすかに、声を放って、そういわおはそれとともに、瞳をあげた。死と自分との、今までの距離が、身体の相違が、 はっきりと心に見えた瞳であった。伊勢守は、なお語りを続けて。が、それにしても、この方の申したことは、他年の体験と監督からつかみえた単純な道理に過ぎない。まだ、その理法を明らかにし、それを基本として一流の標法を構成するまでには至っていない。それが死はすでに老年のこと、あなたはなお春中に富み。 どうかそれを研算し、完成して、あなた独自の一流を起こしてください。そこを鮮明して天下を生きしてくれるほどな人は、恩義を置いて他にはない。伊勢守は、実は非常な喜びを持って、この半年を送っていたのでござる。私から核の通りお願いする。伊勢守は、そう告げ終わると、門人たる胸よしへ、心から頭を下げた。 三年後に、もう一度、お尋ねする。次の日、伊勢守はそう約束して立った。中国から九州路への遊歴に、三年後の試合には、と、そう岩尾は、密かに自分へも誓った。その間の彼の凄まじい修行の深刻と国旗とは言うまでもない。彼の位置が、乱不自由ない一条の主の身であるだけに、その苦しみは、 自ら求めて苦しまなければ、受けられない苦しみだった。苦しみのない修行などはありえない。苦しみに迫られて、やむを得ずする苦しみと、進んで苦しみを求める心とは、大きな相違がある。彼は、それに勝った。A68 年の初夏、伊勢守が再び訪れた時、それは実証された。こうもお違いになったか。 伊勢守は短章して、おそらく自分の眼界では今はあなたに勝る人はあるまい。天下無双の剣と言っても良いでしょう。自魂はあなた独自の一流をもって野牛流と称されるが良い。と、言った。同時に、一国一人に限るとしてある新陰流の正当の因果とともに、伊勢守が旅すがら描いた絵目録をも添えて授けた。 デモクロクの末巻には、伊勢守が筆を取って、その胸を知るし、永禄八年右月の月日をも追記した。石の船。一。天は二つを与えない。彼の十数年にもわたるコック精神が身を結んで、心、体、理の基本を一形に統合し、ここに、野牛神影流、なる者の,の体制もほぼ全うされたかと思われる頃、 ああ、世も変わった。と、山との一角から天下の水位に目を移すと、重い半ばにかぐるものがあった。彼が一度は淵を受けて豪力もした松永久秀は滅び、続いて、足利義明も滅亡を遂げている。さらに、それらの旧勢力を一掃して、核心人の戦闘にあった織田信長も、本能寺一屋の平戦里に没し去っている。 いや、変わったのは、世の中ばかりではなかった。今更のように、胸としは、自分の身の回りを帰り見た。住まいは、依然として、野牛の章の元の位置にあったが、彼の所領は、もう彼の手を離れて、領主の名は変わっていた。立下一族は、ここ数年、六を離れ、放浪せざる浪人の境遇であった。これで三度か。 そう岩を惑笑して、自らあざけった。津津井順章に敗れた時、一度、領地を失い、足利家没落とともに、二度、所領を没収された。その後、大和にありながら、九州の大友総林に属して、金子で三千石の淵を送られてたが、その大友家が島津市に侵略されてからは、仕送りも途絶えていた。のみならず、 わずかな衣食の糧と頼む書量も、山と大納言秀長がこの地に来てから没収されて、全く無料の一号紙にまで成り下がってしまったのである。幸いにも、祖先以来の砦出の山は、屋敷内と言えるので、藪を切り林を開いて、家族飯使いもみなす菊はを持ち、自分で耕して自分で食う。 自給自足をからくも生活として今をしのいでいるありさまであった。思えば気の毒な。と、そう岩尾は、我が身を哀れむより、まず家族が哀れまれた。家族を哀れむよりは、多くの家師を不憫に思った。三度も領地を失っているので、その間に、おのずから家臣も減り、また他医師官を求めて去った家師もあるが、今もなお、 ご主君がクワを持つならクワを持って、ご主君が声おけを担ぐなら自分らも声おけを担ぎ、たとえ、冷えを食っても、と、踏みとどまっている家中も多いのである。そうした不平も鳴らさない家師たちを見ると、そういわは目を熱くして、何の得もない自分に、と、主人たる自分の夫妻が、一人責められもして、すまない、と、 心の内で手を合わせた、慶長元年、今年八牛石衆祭宗都は、68歳、我が貧乏の下に気づいて、彼が見回した彼の境遇はそんな中にあったのである、兵法の舵事を取りても、世の波を、渡りかねたる、石の船かも、書生の女祭にかけている自分の、いわゆる世渡り下手を囲って、 彼はこんな歌を詠んだ。石州祭という号も、おそらくはそんな自重を持って、あるいは超然たる自負心を持って、その時代から自身の章としたのではあるまいか。自分の具を、浮かぬ石船とのぞらえて、自重した和歌の作はもう一種見える。標法は、沈みてあるぞといとけれ。千代の流れに、口ぬ石船、に、七月。 山城の国を中心に大地震があった。伏見の都市は最も被害が多かったので、伏見の大地震と言われている。もちろん山和も相当に揺れた。七、八百年も前から祖先代、住み古している野牛場の石垣なども、至るところ崩壊して、土の肌を剥き出していた。農家も貸し入れいる屋根が多い。秋も近く。 百姓はたださえ忙しいのに、命名の科のことも置いて、お陣屋の石垣から先に、と、その集築に集まってきた。漁師の資格がなくなってからでも、野球場の周りの百姓たちは、石船と木を見かけると、ご漁師様が、と、単なる口癖ではなく、心から懐いて、以前と少しも変わる風が見えなかった。 石州祭も、子供や孫どもを従えて、地震、諸所の崖崩れや倒れた門の集築を指しずし、また地震手を下して、泥まみれに働いていた。お年を召した大殿様が、わしらの手でたる土仕事を、あのようにまでなされないでも。と、百姓たちは、家詞を通じて、幾度も、石船と木がわらじなど召さないようにと願ったが、 石州祭は笑って。とんでもないことだ。それは百姓ども得たいして、わしの方から申す言葉だ。百姓たちは、他にあって働ければ、五国を生む手を持っておるのに、その糸間を潰して、わしのごとき、無禄の因子の住まいを直すに集まってきてくれておる。もったいないことである。なんで、わしが安官としていてよいものか。そう言って、 孫よ、土を担げ、どう担ぐも標法であるぞ。五郎衛門と胸のりとは、その石垣の崩れに石を詰め、石を積むは、地を積むのだぞ。地を積むのは、手でないぞ。頭で積むのだぞ。と、従えている子息や孫たちを指揮し、その労働の間にも、何者か、学ぶ者を得させようとして教えていた。 家氏も日頃から百姓仕事には慣れている。修獣は一体となって汗と土にまみれ、明るい初秋の日のもとに、勇壮なくの音、土の音などが、掛け声の中に上がっていた。バラバラッと、大手の坂の下から、やはり野良自宅の家氏の一人が駆け上ってきて、甲斐の神様がお越しになりました。黒高い守る様が、ほんのお身軽で、 慌ただしく告げた。石州祭は、桑の絵を立てて、何、長政殿が、と、坂下へ目をやった。馬を家臣の手に預け、ただ一命で、もうこれへ登ってくる人が見える、黒田海の神長政の姿であった。三、長政は、黒田女水の着難であった。彼はまだ若い。 しかし父勘兵衛義高が早くも自発して、その報道部前十六万石の家督を譲っているので、長政は若くしてすでに和木の主であり、兄弟坂にあっては、早々たる若手の武将だった。やあ、老先生、偉い姿でお働きですな。このあたりの地震の被害も、思ったより大きいので、みちみち、驚いて参りました。 長政は、指令を取って、石船時の前に、こう挨拶した。石州祭は、木陰の将棋へ、彼を生じ、自分も一休みと腰掛けて、いつもお身軽ではあるが、今日はまた、何事でと、来イを尋ねた。双方、気軽な応対のうちに、親しみがある、常味が見える、石船時は、長政の恩師であり、 長政は、石船時の真弟子だった。多年、県の救命に没入して、世事を顧り見なかったために、石州祭は領地をも失ったが、その代わりに心には不動の功名を展示、周囲にはいつとなく優位な弟子が多く集まっていた。長政もその一人だった。父の女水と石船時とは茶禅の葬式であった関係から、 もっとも早く入門して、在京中は月に幾度となく牙でこの山荘まで通ってきて、技を磨き、道を尋ね、心法の鍛錬を受けていた。いや実は、老先生を世の中へ引き出す大役を帯びて、徳川殿にも、必ずお連れして参ると、固い約束をしてまかり越したわけです。老先生、長政が音もつかまつります。曲げても、 一度お会いください。誰とな徳川殿と、家康公へお目にかかって、どういう話を正当とおせか。いえ、ただ一度会いたいと御意されておるだけのことです。天下多治の際、徳川殿ともあろう忙しいお方が、何の、多治なればこそです。世は挙げて、老先生のような人材を求めている時なのです。石の船は石の船。 不器用が生まれ性だ。沈んだが最後浮かび出る気もない。石船時にはさようなご推挙無用でござる。強いてご推挙するつもりでもありませんでしたが、自然、武芸の話となれば、老先生のお噂に及び、長政のみならず、大徳寺の和尚も、その他の人々も、天下の剣道の名人といえば、上泉伊勢守泣きの地は、 野牛の老竜以外にはないと、これは、我々が推挙までもなく、世の名声というもので、徳川殿にもずっとに聞かれておいでなされます。で、それが死に対し、また父の女水に対しても、再三のご懇毛なのでござる。ぜひ一度、飯連れて参るようにと。折腐氏この旅は、大榊、樹落、落内などの、地震お見舞いとして、 関東より登られ、ここしばらく、京都七地区村の高根に、王城ご警護の任に疲かれ、夏の刈屋におられましたが、いよいよ、近日には関東へお帰りとあって、ひとしおご催促が急なのでござりまする。曲げて、ご苦労には存じますが、京都までお運びくださいますよう、長政の面目も立ちまする。各の通り、お願い申し上げます。 老竜、柳井義谷の老竜、近頃誰となく胸としのことを世人はそう呼んでいる。深淵の川柳という意味か、荒涼の地に潜むは伸びんがためというところか、とにかく総称されている彼は、さて、と、口の内でつぶやいたまま、久しい間、秋の空に目を放ったまま、考え込んでいる面持ちであった。その目を、太地に落とすと、 そこには土煙を浴びて、哀れな家師や孫たちが、汗みどろに働いていた。彼の瞳は、不憫に動かされた。涙を溜めないばかりであった。長政殿。は、参ろう。すぐ音も妄想。え、では、お越し下さいますとな。ただし、着死五郎衛門と胸のりの領なに、 もう一名孫の兵庫都市都市を連れて参りたいが、どうあろうか。願うてもないことです。ご子息、お孫たちまで、見なろう先生をしのぐ春祭と、徳川殿もよく大噂のことゆえ、お連れ立ってあれば、徳川殿にも一層お喜びでございましょう。では、すぐにも、と、心を極めると、悠長に構えたり、 いたずらにもったいぶっている石船時ではなかった。おうい、五郎衛門、胸のりもこれへ来い、孫はおらぬか、兵庫も呼べ。と、自身差し招いて、連れて行く若者たちを、土煙の群れの中から呼び出した。四、何ですか、父上、爺様およびでございます。名を刺された若者たちは、 たちまち彼の前へ駆けてきて並んだ。どれもこれも土臭い百姓のように日焼けしているが、さすがにその態度や眼差しには、老竜のこともほううの雛とも見える気品を備えていた。四男の五郎右衛門が、その時28歳。五男宗則りは26歳。そして、孫の兵庫としとしが、まだ16歳だった。くせい これよりわしと共とに、長政殿の案内で、京都にある徳川公の御人所までまかり出る、各、手足を洗うて、馬屋の馬に蔵をつけ、先に坂下の門まで出ておるがよい。言い渡すと、暫時、失礼を。と、石州祭は、自分も身支度のため、太ちのちへ入っていった。5. 彼は、古福社の方であった。 百合女と結婚したのが早かったせいもあろうが、男女11人の子と、3人の孫とがあった。だが、現在、男子で健康なのは、四男五郎衛門と、いつおの胸ねのり、そして孫の兵庫ぐらいしかなかった。長男慎次郎と勝も、週に優れた若者だったが、備前の浮田家に仕え、16歳のウイに鉄砲で腰を打たれ、 フグの実となってから、野牛に帰って引きこもったままである。孫の兵庫は、その子である。また、次男は久時と,と言って、早くから社門に入り、三男の徳時も病心で仏門に帰えしていた。娘どもには苦労はない。罠子は産み捨てて。と、石州祭はいつも笑った。その反面には、いかに男の子や孫たちには、 彼が人知れず育成の端正を込めているか、世に送り出す苦労をしているか、思いやられるものがあった。そちたちは、石の船ではならぬ。どうかして、晩酌の部屋に、小山子たちを集めて、微水の言葉で戯れなどする折、じゃれのうちにも、石集祭は教えていた。わしが石の船となったのは、わしがおいたちごろから近年に至るまで、 要はンマのごとく、部門の道も、生きる道も、洪水のような濁流に侵され、正しく道を取ろうにも、正しく進めず、正義にあろうとすれば、滅亡化がししかないような時代であったからである。いわばこの石の船は、洪水の濁流に、ずるく倒壊してきたのじゃ。隠せねば、とうに柳家そのものは、水泡のごとく、滅び去っていたかもしれぬ。 いや七百年来の我が家も、この辺りのすでに亡き怒号のごとく、過去の土中へ葬られ去ったに違いない。石の船なればこそ、貧しくとも、今なお、あるところにこうしてあることができたのじゃ。野球場この山に、消えずにあるこの窓井の灯火は、わしの目には、むしろ奇跡とも見える。そういう十回をしたことがある。胸りもも、 神戸をしだれて、聞き入っていた、分けて多感な兵庫年年などは、じじさまは、お辛かったでしょう。悔しいことが、幾度もあったでしょうね。と、幼い胸にも、祖父の妊婦の生涯を思い合って、すすり泣きをし始めた。兵庫は、頼もしいやつ。孫は可愛いものという、老竜石船時も、目の内にも入れたそうなほど、 兵庫は愛していた。しかし、もう愛ではなかった。兵庫の天品の才を愛したのである。事実、16歳の兵庫は、すでに、おじの五郎右衛門や胸乗りをしのぐものがあった。とはいえ、その五郎右衛門といい、胸乗りといい、おそらく機内の賢人では、被験し得る者はなかった。もうどこへ出しても、一人歩きはできる者たちよ。と、 石州祭は、当人にも、他人にも、許してそう語っていた。が、世間の真ん中へ連れて行くことは、おそらくその日が初めてと言っていい。しかも、聖冠の退役にかかってから富に落葉石箔の間ある大阪城の老太公に比して、今や次の時代を追う人と目されている徳川家康氏の前へ出るなど、あまりにも、この山の子らには、 唐突な晴れがましさであったに違いない。六、支度は良いか。一概の陣がさを手に、老竜はもう身支度をして出てきた。じじさま、こちらです。こちらです。るか、坂下の大手門のそばで、孫の兵庫が手招きしていた。石船時は、自分の早支度を密かに誇っていたらしいが。いや、もう出おるか、さすがに。 若者どもの速さよ。そうなくてはならぬ。と、負けたのを喜ばしげに、足を早めて降りていった。馬の口輪は兵庫が取る。石州祭は、それに乗った。二人の子は、徒歩である。案内役の倉田長政は、どうぞご子息方にも、お馬に召されますように。と、謙遜して、牙を進めたが、いや、 若い者には撤却がある。いざ参ろう。ご案内へ、先へとタレイ。坂の途中の石垣の土煙はその時あんで、秋の大気は澄んでいた。汗を拭き、桑の手を止め、百姓たちは、ローデルローリューと、伴われてゆく放数の姿とを、見送っていた。ああ、こうして見ると、大井殿もお年を召したはず、若様にもお孫様にも、 いつしかお立派な骨柄になられた。じっと、立ち並んで、木礼を送っている家師たちの瞳には、涙が溢れかけていた。一県地殿下。一、近くの地には、紫のの大徳寺とか、その他、宿舎として格好な建物がないではないが、家康はわざと高峰のふもとに野人を敷いて、少子と共に野営していた。 今度の大地震には、御所の追事も大破して、代理の方々さえ行くよか四つゆの外に明かされたと聞こえているほどなので、地震を見舞いとして上洛した家康のそうした慎みは、当然でもあった。落内守護の任を果たし、合わせて伏見城に秀吉の安否を見舞って、彼は近く関東に帰る予定であったが、なお、ここにのじんしている間も、 すべて戦時下の心得であること。を、人中の放棄として、自身も日中は物のぐすら解かなかった。日盛りの木陰に、群馬も物上げにまぶたを塞いでいた。セミしぐれは、耳を朗するばかりである。やれやれようやくたどり着きました。老先生、どうか駒を降りて、暫時、木陰でおすずみください。倉田長政は、そう言って、 尋問の傍らに死の馬を引き寄せた。石州祭は、蔵の上からそっと降りた。ついてきた四男の五郎衛門、五尾の宗則孫の兵庫の三人は、お疲れでございましょう。と、各、側へ寄って、老体の石船時をいたわった。長政は、その間に、すぐ戻って参りますから。と、断って、 陣中へ入っていった。もちろん家康へ取り継ぐためであった。間もなく引っ返してくると。どうぞ。と、改めて、長政は自身、案内役に立って、柳ギ家の人々を、永内へ導いた。木陰木陰に爆車がある。整然とした中にも、少子の笑いさざめきなどが漏れてくる。家康のイルカリアは、 林の小道をだいぶ歩いてからであった。緑を映して、青いの門幕が、涼やかに動いている。高根から落ちてくる水音が戦艦と耳を洗う。林間の一茶亭には、釜がかかっていた。そのあたりの佇まいでは、今しがたまで、家康の修獣と、大徳寺の僧などが、そこで茶を喫していたらしく思える。すぐにと、 お借り屋の方で、お待ち受けになられていますが、お急ぎには当たりません。それなる清流でゆるゆる汗をお拭い遊ばした上で、お支度も整え、それからお目通りなされたが良いでしょう。長政は、子卒に言いつけて、後継やら手拭いなどを、流れの側に運ばせた。何事もそこもと任せに。と言わぬばかり、石州祭は頷いて、 彼の言うがままに、そこで顔の汗じをお洗い、手足を注ぎ、刀の公害を抜いて、孫の兵庫の髪まで撫でつけてやった。父様のおまげも少し直しましょう。と、兵庫は、公害を取って、石船時の後ろに回った。兄の五郎右衛門はまた、弟の袴越腰を後ろから締め直してやっている。 こうしたさじは日常の過程で繰り返している生活の断片に過ぎないが、この林間に設理して見ていると、日頃の花粉も忍ばれて、意識もありゆかしい情景でもあった。お支度はおよろしゅうございますか。長政も一休みして、物陰から立て出てくると、石州祭は礼儀を施して、お待たせいたした。ご厄介ながら。と、案内をこうた。 そしてふと、もう一度、小屋孫たちの姿を振り返ったが、ゴロ右エモンの顔色がなんとなく青白く見えたので、ソチは昨夜、十分に眠りを取らなかったと見えるな。と、尋ねた。ゴロ右エモンは、はいとうなずいて、はたごの飲みやかが気になって、まじまじと目ばかりさえ、明け方になって少しばかり眠っただけでした。と、 ありのままに答えると、石州祭は他元から少量の紅柄を含ませた内子を取り出して、鬼人の前へ出るに、そのような憔悴した表を持って、お目通りに伺うものではない。描写かとご覧ぜられるだけでもご不快であろう。これで程よく頬を吐いて、二つつかのなきように心をしかともてよ。と、教えた。に、刈谷と言っても、 二の間三の間もある。分けてある自室はかなり広い。涼やかな居むしろが敷いてある。大名らし、い客がに、三名、他に天みと呼ぶ層、大徳寺の和尚などが座にあった。武将は各武装しているが、座談はしごく気楽らしい趣向であった。柳う谷に古い豪族ではあるが、今は無力の豪子に過ぎない。当然。 野牛親子は庭へ回って、地上に座を閉めた。そして奥まった刈屋の一室に聞こえる人々の気配をそれと察して、両手をついて控えていた。石州祭、五郎右衛門、宗乗兵庫という順に、つかつかと奥から足音が渡ってきた。すの公園から降りて、将棋を持てとその人はあたりの者に言いつけている。それが家康であった。は。 これへ、と、金次が彼の身へ、一つの将棋を置くと、家康はなお、腰を下ろさず、老体へもお席を差し上げい、と、言った。金次は恐縮して、慌ててもう一つの将棋を、石船時の方に据えた。石船時は、恐れ多いお扱い、と、誇示して、容易にそれへつかなかった。彼は、 自分を迎える家康の熱い工具に、年のせいか、涙もろいまぶたの熱きをまず覚えた。68歳の今日まで、世が彼に偶してきたものは、白目か、作望か、利用か、告白か、いずれにしても核のごとく温かなものには耐えてあった試しがない。家康の心を組むならば、室には格式のうるさい僧侶や大名などもいるので、 無名の一号族を、座へ生じることはできないし、と言って、長政を使いとして、自身から迎えた客なので、礼も取らねばならない。そう考えて自分から室を下り、石船時にも将棋を進めて、四角対等に話そうとする心持ちが、岩でも、石船時にはよく組み取れたのである。老人、遠慮は無用じゃ、将棋へおよりあれ。 室内よりは、ここの木陰の方が、むしろ清涼、ゆるりと語りも遅う、長政、老人へ将棋を進めて使わさぬか。は、老先生、あのように仰せられます。頂戴なされてはいかがでございますか。では、お言葉に甘えるかの。石州祭は、ようやく、怒って腰を移した。家康も剣道は学んだ。また、 幾多の達人と称するものを見ている。その目と体験から見れば、石船時の何らの破棄も元気もない、淡々たる墨純な風は、これが上泉伊勢守りな季の右大の名人かと疑われるほどであった。が、さすがに家康は、これでこそ、真の名人、と、むしろその破棄のない姿に傾倒した。使いをもって、遠路。 老体を煩わしたが、身を申せば、江戸にある着子秀忠に、県の漁師を求めておる。早速であるが、徳川家に随心の意志はないか。それが問いたいのじゃ。最も長政を通じて、先に、あまり気の進まぬようなことは聞いておるが、もう一度、念のために、どうであるな家康は率直に、求めるところを言い出した。 それに対して、石州祭は、心から頭を下げた、大きな地域の弦として、感謝の色を満面に表して答えた、まことに片付けないお言葉にござりますが、この老骨は、すでにご奉公申しても、ご奉公の会なき老朽に過ぎませぬ。また、物事に早物うい癖が突き染めて、士官の石田に燃え立ちません。が、願いはくば。 これに連れ参りました二人の男の子と一名の孫のうちに万日お眼鏡にかなうものがござりましたらお取り立ててくだされますように。実は私の方よりその儀お願いのためにこの度は進んで長政殿のご案内についてきた次第にござりまする。すでに自分の追い先と名誉を自覚している赤州祭は この雛などりの孫や子をいかにもして世に出したいと思っていたに違いない。今、彼が家康に述べた言葉は、何の飾りも古言もなく、平凡な頼みに過ぎなかったが、しかし、その泡なる軸のうちには自負の代愛というような切実な情愛がこもっていた。真心は表に溢れ、やはり愛児の将来を江戸の地にいつも思う家康には、 その気持ちがわかりすぎるほどよくわかった。いや、よくわかった。家康は大きくうなずいて、三名とも、さすがは野牛の子息なり孫なり、いずれも良い面だましいの若者とは見受けるが、して、石船時には、この家康が子息への師範として、このうちの誰をかわしへ推挙したいと申すか。所詮、まだ若年者、ご師範などとは、 お子がましゅう思われますが、お相手というほどなれば、どちらでもよい。コナ難の胸のりをお見連れたまわれば、ありがたい幸せに存じまする。胸のりをか。と、家康は、改めて、石船時の将,の将棋の左に座っている二人の若者を眺めた。家康から目を注がれると、胸のりはハッとしたように頭を下げた。 けれど彼の隣にある兄の五郎右衛門は、ここの木陰のそよ風と、耳を洗うような心よい蝉しぐれの音に、さっきからうっとりとしていたが、いつの間にか居眠りをし始めていた。また、石船時の右側に控えていた孫の兵庫は、目をつぶらに見張って、無遠慮に家康の顔ばかり見ているのである。血は一つの父母から生まれても、 その性格は三人三様であった。三、五郎右衛門の居眠りも、兵庫の部園旅も、石州祭は、これがありのままの若者と、許しているかのように、咎めもしなかった。家康も、ニヤニヤ眺めて、あえて、それによって、石船時のしつけを疑おうとしなかった。胸則りは幾歳になるの二十六歳にございます。 土地が推挙するからには、この3名のうちでは、胸のりが最も道に達しておると認めておるのか。いや、少し慌てて石船気が答えた。当人を前に置いて申してはいささか不憫にござりますが、剣の強弱としては、この3名の中で、胸のりが最も弱いかと存ぜられます。ふーむ、一番未熟というか、 未熟というお言葉は恐れながら血と当たりませぬが、弱いことは、確かに弱いと申されます。けれども、不詳石船時が胸乗りに仕込みましたものは、いたずらに、狂気をーとする剣道ではございません。また、胸乗りの性格に、そうした剣は身に持てぬところでもありますので、さらば、何をもって、胸乗りはーとするか、遅刻の剣にございます。 四国の剣、それは初耳じゃが、どういう意味か。世を治めるの剣、民を愛護し太平洋将来するの形成の剣にござります。剣にもそういう徳があるか。術ではなく、道でありますゆえに、すでに道である以上、聖剣の心、善の妖体、形成の容疑、その道の内にあらぬはございません。すると、学問だな、まるで、 学問は理念をもととし、人の知性にのみ多くよりますが、剣は、大徳の実相を主として、生死の解決から先にして、ただ実践をもって道に入るものです。ゆえに、これを君主が言って、地国形成に、その利を用い得るにしても、自ら知識から得たそれと、実相大徳から入ったそれとは、表されるご聖堂の上に、 大きな相違があるかと考えられます。分かった。家康は、活然と、目を上げて、小の間の青い夏空を見入った。そうか。むむ、そうか。いやよく合い分かった。胸のりの性質もおよそその言葉で察せられる。では胸のりを、今日より江戸の秀忠へ、方向に差し出すこと、依存ないな。何とぞ、 お供ないねが今する。胸のり、措置も、よう心を定めておろうな。はい、胸のりは、明確に答えたが、身に過ぎた退任を、果たして十分に務められるかどうか、さすがにやや不安な色を表に隠しきれなかった。彼方の茶屋へ来ぬか、茶など使わそう。めでたい囚獣の固め。家康が将棋を立った頃、 五郎右衛門は渋そうな目を開いて、そのくせ、何もかも知っているように、取りすました顔をしていた。ひなたたけ。1、26歳。初めて老夫の膝を離れて、彼は、奉公の生涯に入った。世の中に立ったのである。そのまた右衛門宗乗が、ちょうど30歳となった年の6月には、主君家康の軍に従って、 上杉影勝を打つため、野州大山の陣中に、一畑元として働いていた。野牛殿、野牛殿、ご主君のお召しであるぞ。急いで。近所の一名に差し招かれて、胸則りは、何事かと急いで、家康の幕へ家かけていった。家康は、雄筆にしたためさせた自身の書面を、膝に置いた手に持って、将棋に寄っていたが、 胸のりか、と、彼の姿へ目を与えると、手にしていたその書面を授けてから言った。この一書を持って、ソチはすぐに陣を出し、ソチの郷里大和の八牛谷へ急げ。司祭はこれにある、ただ老来、久しゅう愛合わぬが、石船時にも変わりないか、くれぐれ身をいたわるように、家康が申したと、吉名に伝えてくれい。え、では私は、 せっかくのご活戦に、お供は叶いませぬか。何も問うな。ただ急げばよい。でも、上杉ぎ攻めのご人中から、私の未退去を命じられ、故郷へ帰って参りましたと。なんでおめおめ老婦に会って申されましょう。未二つ,つかのため、ご人中に留め置くこと相ならぬとのご失責なれば、自決して相果てた方が老婦の喜びと存じまする。はははは。 疑うは最も茶が、措置一心に関わったことではない。何も申さず立て返って、石船時に身が書面を渡し、その上のこととせよ。胸のりはぜひなく下がって、即日、大和へ急いだ、が、その途中、今州まで来ると、事態の真相が分かった。髪型の形成は一変して見悪を極めていたのである。 家康が野州へ向かって手薄となったのを見て石田三成、小早川秀明、浮田中納言、その他の藩徳川連合は、画然、活発な行動を起こし、この機会に、大坂木以外の関東勢力を一掃せんものと、すでに大きな陣容の動きが、京、伏見、大見、美濃の膨大な地域にわたって起こされ、 その先方はもう関ヶ原の一端に、いわゆる、天下分け目、のただならぬ気をはらんでいたのだった。小山人から帰された者は、一人自分だけでないことも分かった。大正名の帰国してゆく者も,も多い。単身、物の具を携えて、どこへやら急ぐ藩士や老人も町に見えた。何か、容易ならぬ御書面と見える、時遅れては、 胸則りは夜を日についで場を励まし、距離や牛谷へ急ぎに急いだ。二、高峰で手放されてから、そのまま父とそう会わぬこともすでに四年ぶりであった。どんなにおかわりになったろう。いやいや、普段のお心がけ、老来いよいよご創建かもしれない。胸則りの心は、講師二つに惹かれていた。 主君から託された父への書面の内容も気がかりであった。いや、お事情ではありませんか。兄の歳勝の子、兵庫はちょうどどこから抱えてきたところだった。以前と少しも変わらない小野牛場の坂門の外で、今、馬を降りた胸乗りの姿を見ると、驚いて駆け寄ってきた。どう兵庫か、第9なったな。はや22か。 むむよい若者ぶり、思わず見違えた。お事情にもおかわりになりましたぞ。たくましくおなりになりました。知事様がご覧になったらどんなにお喜びでございましょう。父上は、ご検証かおかわりもなく、近頃は静かにご所見を好まれています。ああ、それを聞いて、一つは安心。兵庫、先に行って、お耳に入れい。 胸のりが立て返りましたと。はい。兵庫は奥の丸へ駆け込んでいった。胸のりは外車の玄関にかかる。くと知ると若殿のお帰りと伝え合って、昔ながら使えている家臣や小物たちが彼を迎えて下へも置かない騒ぎである。おう、スケクロも達者か、小兵衛も髪が白うなったの。やあ。 ご平太もおるか。懐かしさに包まれながら、家臣たちに傘を預け、衣服の誇りを打たせたり、わらじの尾などとかせていると、僕からバタバタとかけてきた一家臣が、お待ちください、大井殿からのお言いつけでござる。父の言いつけと聞き、また、その家臣の口ぶりにも、何やら俊厳なものを覚えたので、胸のりは、はっと立って、命を待った。 石船時の命を伝えてきたその家臣は、厳しい態度のうちにも、気の毒そうな様子を見せて告げた。許しなきうちは、わらじを解いて家に入ることは相ならぬ。妖弾は注文の柿を隔てて聞くであろうから、奥庭の境まで回れ、とのお言葉でござりまする。かしこまってござる。胸のりは、父の意に従って、 ときかけたわらじの糸口を結び直し、庭伝いに、注文の方へ回っていった。注文の戸は、片扉だけ開いていた。石船時は、その内側に立っていた。兵庫の言葉では、おかわりもないと言ったが、四年ぶりに仰いだ胸のりの目には、世に言うよる年並みの変わり方が、あまりにもはっきり父の姿に見られた。彼は、一目見ると、 胸が迫って、危うくも溢れかけるものをまぶたに抑えながら、門の外に座って一礼した。胸のりでございまする。お別れ申してあとは、自しては大御所様のご陣に、平素、仕えては江戸表の秀忠様のおそばに、以後、ご奉公に明け暮れもなく過ぎておりましたので、ついぞご失火へ来て公用もいたしませず、ご無沙汰の罪、お許しくだされますように。 彼が、そう言えば言うほど、目にも見えるほど、ローフの表は不機嫌な色になった。いや、岩い刻んだ何人かの巨像のように、瞬間そのものを示すだけで、胸のりが胸にこみ上げているような不死の温情らしいものは、その白い眉毛の一筋も見えなかった。胸のり、何しに来た。やがてローフが4年ぶりの子に対して、初めて言った言葉は、 その一語だった。は、申し遅れました。実は、大御所家康公の御一書を携えて、小山の陣中から馳せまいりました。では、飛脚役か。何かは存じませぬが、ただ急いで、柳生ウエカとのお言葉によって。さてさて、そちも日頃、ものの役に立たぬものと、お眼鏡に見られておるものと見える。今は一平たりと。 おろそかにならぬ場合、ただならぬ急な風雲の際、あたら、ものの役に立つほどの男なら、ごばっかより覗いて、お飛脚などはお命じある前に、面目次第もございませぬ。が、何はともあれ、このご書面を、懐のそれを取り出して、老婦の前へ捧げたが、石州祭はなお手も伸べず苦々ががしげに言い重ねた、と言うても、 ご奉公に出て以来、まだ四年、ご用に立つ間もないは是非もないが、この父に対して、日頃のぶさたの詫びなどは何事か、奉公はどんなものかさえわきまえおらぬか、すでに、措置をご奉公に差し上げたその日から、石州祭は、わしに胸のりという子があるとは思うておらぬ。ただわしが養育して世に出した一のものが、世にあって、 いささかの方向などしておるかどうか、それを案じる日はあったが、胸のりの心得違いでございました。お許しくださいまし。家康公の御書面を託されて参ったからには、措置は取りも直さず徳川家の指針ではないか。なぜ、家臣どもにもてなされて、我が家へでも帰ったように危機とするか。また、石船時の前に来て、 大地になど手をつくか、襲名の何たるものかすら忘れ果てるなど、言語道断。はい。さて、改めて、徳川殿のお使いとして迎えよう。ここは庭口ではあるが、石船木が隠居所、略際を許しあって、お通りください。老夫は、手図から、左右の門を開いて、我が子の使者を、座敷に迎え入れた。3。 家康からの内書には、髪型の急変を告げてあった。それについて、柳ギウもこの際できる限りの、兵員を死急整え、関東軍の出航を生までに、その戦場へ駆けつけて合う力するように、とのことだった。石州祭は、読み終わって、内書のお胸、鹿と承知いたしました。と、胸のりに答えてから、ご苦労であった。 お使いはこれで達した。そなたもお役を果たした上は、ゆるゆる旅装を解き、皆の者のとも会ってきたがよかろう。と、初めて彼をねぎらった。その夜、石州祭は、一族や家臣を呼び集めて、家康の内垣を披露した。もとより石州祭自身も、年こそよれ出陣して、皇庫の大戦に加わる意気であった。では、 我々も、今度の五合戦に加われますか。心ばかりな主演となって、組み交わす範囲の間に、人々はどよめきあった。年久しく持ちえなかった皮肉はうずき、縁に潜んでただ鍛えるのみだった腕はなった。時に、この中に、兄の五郎衛門だけが見えませぬが、いかがいたしましたか。胸のりは、さっきからそれを怪しんでいたが、 老人も腹からも、五郎衛門については、一言も触れないので、とうとう尋ね出したのである。父、石船時に伴われて、高根のふもとで初めて家康に演した時は、自分と兵庫と、そして兄の五郎衛門とが、三人してお目見えしたものをと、宗のは当時のことも思い合わせながら、その姿の見えない座中を見回して、 一末の寂しさを覚えたのである。ムム、五郎右衛門か、あれについては、家臣のうちでもまだ知らぬものもあろう。ちょうど良いより、語っておこう。石州祭はそう言うと、胸の痛むような面持ちであったが、実はと、その夜まで公表されていなかった四男五郎右衛門の所在を打ち明けた。五人のこのうち、一人五郎右衛門だけは、 さすがの石船時も手に負えない男だった。肩にはまらないというよりは肩以上に大きいのだなど日常も自身で豪語してはばからないような人物だった。したがって、この苔深いヤギウダ谷になど壮年までと妬していられる性格ではない。早くから家を飛び出して、諸国を奔放に遍歴していたが、近頃、何かの手鶴があって、 キンゴチューナゴン秀明の小早川家へ仕えているという噂だけが聞こえていた。一人ぐらいは、野牛の鶴にも、ああいう変なりのふりもできてよからう、胸のりのごときは、あまりに南向きのヤブ地区でありすぎるからの。話し終わって、石州祭は、つぶやくようにこう10回した。南向きのヤブ地区とは、一体何の比喩であろうかと。 家臣たちは解けない顔していたが、そう例えられた塔の胸のりには、よくわかっていたと見えて、面目投げに差しうつむいていた。幼少の頃、父の石船時が、道場に立って、手図から鉱木剣で打ち鍛え、また訓戒するたびによく、ひなたの竹ではダメだぞ、と、言ったことを、胸のりは今、思い出すのであった。宝蔵院の因縁が、 よく尺八を吹くので、その種栄えがある折、尺八の話にこと寄せて、後藤家もお子たちがたくさんであるが、子を育てるには、北向きの矢部地区にしておかねばいけませんな。と、言ったのを、石船時がひどく感心して、それ以来、つい子供へも、口癖になって出る言葉であった。リネイが言った尺八の話というのはこうである。彼が、 多年の経験によると、尺八を作るため、良い竹を探し求め、多年手にかけてみると、結局、地味も肥え、日当たりも良い南向きの矢部に育った竹からは、一本の名館も生まれたためしはない。それに反して、地は痩せ、冬は氷や霜柱に敷いたげられ、生まれながらの若竹の内から、 少々と寒風に苦しめられて育った北向きの藪からは、もちろん、笛にもならないすねものもできるが、多くの名冠は皆底から生えた竹に限る、という話なのであった。4. 老夫のお目から見れば、なおわしは、ひなたの竹か。胸のりは恥じた。今年男子の30歳ともなって、徳川家の一貴家となり、三千石の治業を受けて、 方向にある身が、と残起せずにはいられなかった。また、不幸の大なるものと思った。なぜなれば、石船時が、そういう胸の内には、尺八の霊もよくわきまえながら、子を育てる親には、どうしても子を南の野ぶに育ててしまう。普段の反省と苦慮と愛情とがわだかまっているからである。そして今宵、もう三十になった我が子を見てもなお、 心ひそかに、ひなたの竹に育てたという悔いを滲ませている胸を察知すると、胸のりは必然に、まだどこか、自分が至らないからである。自分の将来を、なお案じておいでになるからだ。と、天聖の未熟を、自ら責めずにいられなかった。その胸のりと比べると、兄五郎衛門の素質は全く反対である。早くから気量は一族に抜きんでて、 老婦の剣すら密かに閉弊するの風があった。が、その兄も、老夫の失火を去っているのみか、今度は西軍の一方の言うたる小早川秀明の陣にある。言うまでもなく、東軍に参加する石船時や胸乗りとは、敵味方と分かれてまみえることになったのである。初めて聞かされた家臣は、お心の内はどんなであろう。 石船時の表を仰ぐのも胸の痛む心地がした。普段は周騒のように厳しいが、実は、世の親の誰よりも子には甘い煩悩をも一面に持っていることを皆よく知っているからだった。それから数日の後、久しくこの古城に聞かなかった鎧や愚足の音が、少々と出揃って、人列をなし、旗差し物や槍の光や馬の稲な,な,なきとともに、 美濃の戦場を得たっていった。その中に、今年72になる美雪の老将が、一際、途上に見送る領民の目を引いた。氷の縁。1。9月19日、関ヶ原の先端は開かれた。宗則は、家康に対して、父も何分老年ですから、願わくは父に代わって、野牛の手勢を引っ下げ、 私に先方の一手を追いつけたまわりますように。と、懇願して許された。家康がその東軍の大部隊を、野州小山から引っ返して、三州の地理府にまで進めてきたのを、一は役宗則がそこまで出迎えに出た時に、出会った。対戦が終わって、天下のことは徳川家に帰すと、宗則もまた論功交渉に預かった。 野牛本領に戦国を封ぜられ、すぐ翌年、また一戦国の画像を受けた。そしてそれまでは、単に徳川秀忠の禁衆の一人であり、お相手役に過ぎなかったが、以後明らかに、将軍家標法師範という住職に登用され、田島の神に任官した。で、彼は初めて、江戸に一家を起こし、江戸野牛家の基礎を立てた。 世に出た子の将来を、そこまで見届けて、石集祭も初めて。まず、田島もあれで、と、安心したらしく見えた。だが、世に育つ幾羽のうちには、悲孕に終わるアトリもある、田島守る胸りの兄、四男の五郎右衛門がそれであった。もともと、五郎右衛門だけは、幼年から石船時の企画にもはまらない合法な性質ではあったが、 その後、諸国を歩いているうちに、小早川金吾秀明の家に仕えていると、風の頼りに聞こえていた。関ヶ原の陣中にもいたであろう。一時は、徳川家と退陣した西軍の中に、戦の半ばからは味方の石田三成以下を裏切って、関東軍の一翼となった秀明の帰下に。けれど、五郎衛門は、石船時にも弟の胸乗りにも、 ついぞ姿を見せなかった。その後、慶長7年、小早川家は断絶した。彼もまたるろうして、宝木の国の横田内前の飯山城に身を寄せていたが、たまたま、その内前は、周筋にあたる中村宝木の神に殺害され、飯山城は宝木森の手勢に取り囲まれるところとなった。五郎衛門は、木内にいて、 内前の腰目の助を助け、全く義のために、寄せての代表を受けて奮戦したのであった。城は、慶長8年の11月15日に落ちた。その落城の際の彼の働きこそ、当時しばらく中国の武人たちになりとどろいたものであった。五郎右衛門は、炎をついて、城から半具足で撃って出たが、大たちを振るって、倒れやむまで、 敵の甲冑武者十八18人まで切り伏せて戦死したという、新影流のイニシエ勢、坂風のたちを平勢から得意としていたので、その働きぶりは、ことに物々しかったとある。彼の従者の森地五郎八も、よく戦って倒れた。彼の豪遊ぶりは、中国地方に、一躍野牛流の名をこうから占めた。けれど石船時は、 その噂はやがて野牛谷に聞こえて人々の語り草となっても、ただ安全とするのみで、少しも喜ぶ色は見せなかった。彼の剣は、わしの本にでない、野牛流の剣の一面を具現した強さに過ぎぬ、五郎衛門になろうてはならぬ。むしろそう言って、周囲の師弟を今しめた。2. 長男の年勝は先立ち、その子久三郎は、 朝戦役で戦死し、次男の久時、三男の徳時、二人とも総門に入ってしまうし、四男五郎衛門は旅に果て、老齢の入道石船時の身辺も、ようやく、落馬として、寂しげなものがあった。一人五男の田島守る胸に、捨て地の望みは直されていたが、それも江戸上中となって、たまたまの頼りが、 せめての楽しみであった。今年76歳の8月吉日、彼は一人奮行正座して、長巻きの極意書きをしたためていたらしい。しかし、深く宮廷に秘めて、人にも示さず、翌年また新たに一台の工夫と体験の製図とを知るし、その年の末、再び晩年にご得した不気味剣のことについて書き加えなどしていたが、 翌年の春になると、長巻の末尾に奥垣を染めて、ここにその後を終わっていた。兵庫はいつ帰るのじゃ時折、家人に尋ねていた。もうその頃、彼は密かに、自分の天命に、一人帰しているものがあったらしい。青葉若葉は、今年の夏も静かに山城の一層を包み始めていた。三、石船木が、 症状の玉のように、目にも入れたいほど、障愛しておかなかったのは、孫の兵庫都市都市だった。骨肉的にも、その天性の嫌をも、彼はこの孫を、我が家の司法、と、沈重していた。だから平勢もよく、措置は、竹から求められても、戦国が一粒かけても、士官してはならない、と、言っていたほどである。 日後の加藤清正から、彼と実婚な倉田長政を介して、正式に兵庫をその家中へ梱包してきた折も、戦国ならでは、と、断った。ところが清正は、他の家賜の振り合いもあるので、表向き五百席、内分千五百席、客分として迎えましょうと、要求以上の工具を持って答えてきたので、それほどまで、 孫の器量をご職務う下さるなら、と、一切を長政に託して日ごへやった。けれどその交渉の最後にも、もう一つ石船時から清政へ条件を言い出した。その条件とは、兵庫ことは、天性、ご方向を受桁言い出すようなものではござらぬが、何と言っても、若年者、それに丹慮のところもありますゆえ、落ち度あっても、 死罪三度までは、お許しありたい。ということであった。これを見ても、石船時が、どれほど兵庫を熱愛していたかがわかる。しかしまた、その無理な条件をも入れてまで客分に迎えた清正の熱心と広志度も大きなものと言わなければなるまい。その兵庫と義元が、肥後へ行ったのは25の年だった。肥後に留まることも短く。 わずか2年で加藤家を辞し、その足で彼は九州中国から北陸地方を遊歴していたのである。本年28歳となった。先頃の頼りでは、4月頃までには野牛に帰るとしてあったが、5月にも見えず、6月も過ぎかけていた。兵庫はまだ帰らぬか。石州祭は、病床について、寝たきりとなると、なおさら、 それのみ待ち焦がれている風であった。ただいま戻りました。兵庫でございまする。秋の初め、秋の訪れ、久しぶりな声はやぎうけに聞こえた。石船時の喜び方は言うまでもなかった。一日、秋の気の爽やかな昼。兵庫、こちらへ来い。石州祭は、病床を離れ、衣服も改め、うがい、上手まで使って、 僕の一室へ、孫の兵庫を呼び入れた。お体はいかですか大変気分が良い。しかしもう古木じゃ。もう咲く花はまたれん。大概焼きの末か、この冬であろう。何を仰せられますか式のことじゃ。そそんな、ことは。兵庫は泣き出した。二十八の、しかも千五百席で求められるほどな武士の遺罪だったが。 幼少から一倍愛された祖父の前では、やはりただの孫であった。泥かな涙を、と、叱りながらも、石船時の表もまた、一末の哀愁はある。人間と生まれたからは、何人にも是非ない別離の昇進であった。改めて、今日は措置に授けておくものがある。彼は自筆の、野牛流因果、の長巻きに添えて、かつて自身が、 上泉伊勢森から受けた、新影流送伝の書、新影絵目録、の三つをことごとく兵庫に授けたのだった。わしに一族の子供柄は多いが、これを役立たしてくれそうなものは、措置しかない。修正、士官としてこれに怠るな。道行は措置一心や一生の短いものではないぞ。せぜ広く松台の州と国土に行きさねばならぬ。 これを送る者の人はゆえに思い、頼むぞ、兵庫。四。江戸表の田島の上胸のりは、国元の旧法に接して、将軍家に糸まをこい、落葉しきりな晩秋の馬やじを、山とへ刺して急いでいた。にわかに病の改まった石衆祭は、病床から瞳を動かして、胸のりにもはるばる見えられたか、と、 将軍家へ対してすまないようなつぶやきを漏らした。鎮騰には、門下の木村助九郎、正田喜左衛門、伊豆淵孫兵衛その他、多くの直門が見守っていた。その人々も皆、奇襲家へ、仙台家へ、朝野家へ、隠し官して一流一派をもう立てている者たちだった。心にかかるものもない。石襲祭は、 自分という巨漢から枝となり葉となり花となり実となっている一門の師弟を眺めてむしろ楽しげであった。初夏からの訪問、諸行自身の見舞いも絶えなかった。先週のたくあんなどが見えた日は病室には談笑の声さえ聞こえた。奈良の宝蔵委任営は彼よりも十数年前に没していた。冬が近づく、極寒に入る。 病は熱くなるばかりだった。枯葉一日、病画のまま、その沈頭に、胸のり一人だけを招いて、未国の木、という胸を心得ておるか、と、尋ねた。胸のりが慎んで教えを請うと、未国の木とは、標法を通じて、一国の情勢を見ることである、権利を基本として、形成民事のようを知ることじゃ、と、 ゆい、またやがて、そちは常に将軍家に対し、どういう心を胸として、剣を御師範申し上げておるか、と、尋ねた、天下を治るの標法を持って、と、胸のりが答えると、石州祭は満足して、かすかにうなずきながら、諸人これをまねべばすなわち身を治め、君子これをまねべば学識を治め、 王公これをまねべばすなわち国落ちむ、諸人より王公君子に至るまで、皆その道は一つ。と、大声で言って、静かに目を塞ぎ、やや会ってから、そちには何の憂いもない。これで安心いたした。と、言った。今日か明日かとも見える容体になっても、石州祭は決して川えへ通うのに、人の手を借らなかった。 主宅のかかった細岳の杖をついて、病室の濡れ縁から後悔へ行くのを常としていた。折伏し十二月の極寒ではあるし、伊賀境の山々から、小雪は待って、履いても吐いても縁に溜まった。いたは鏡のように凍るので、誰もよく滑っては怪我をした。周囲の者は、石船時の足元をそこに見るたびに肝を冷やしたが、 石州祭は決して滑らなかった。あの五病態でありながら、何としてと、人々がいぶかるのを耳に挟むと、石州祭は雇用のような方に少し笑みをたたえて言った。氷の縁を歩いて、後悔へ通ううちに、わしは工夫を凝らし、浮き身の法というのを発明した。それは浮き身のたちとも名付けられるもの、一たち、とって、 胸のりにも兵庫にも示したいが、その酔いからこんとして、ついに、彼の78歳の生涯は、雪深い柳井木谷の明日、静かに終わりを告げた、いやその偉業に悠久を訳して大往生を遂げたものと言えよう。すでに式を悟り、その死の迫っていた数日前まで、氷の縁を杖えつきながら、なお、剣の工夫をしていた彼のごときこそ、 真の名人というべきであろう。ゆかしいかな。尊い。この心をもってすれば、あらゆる道に達し得ぬ道はあるまい。底本、県の主君氏、日本名府伝、吉川英治文庫、講談社。1977、昭和52、年4月1日第一冊発行。書室、講談クラブ、大日本郵便会講談社。1940、 昭和15年9月194日昭和16年4月。定本は、物を数える際や地名などに用いる、句点番号を86を大ぶりに作っています。書出時の表題は、日本兼人捨て3野牛石集祭です。入力、河山隆史。厚生、岡村和彦。 2014年8月7日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http、www.aogora.gr.jp で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。